あれ？なんで大石が？と、それはいいか。ただそうなれば、同じ意味で、サトシ君も運び出す必要があります。サトコの兄の、王女サトシか？じゃあ、サトシって、この診療所にいたのか？ええ、リカさん？ごめんなさいなのです。まだ、ケイイチたちにはサトシのことを話していなかったのですよ。そうですか。生きてるという表現が、正しいかどうかはわかりません。ただ、サトシ君の存在は、私たちの研究活動において、大変重要な役割を担ってくれています。そのおかげで、サトコちゃんが救われたと言っても、過言ではない。かつてのひなみ沢ではね、研究と称して人体を用いた実験が行われていたそうよ。バラバラに解剖して、その細胞内に含まれているいろいろな成分を調べるサンプルとして扱われていたらしいわね。時々出る行方不明者の中には、その実験に送られた人もいたみたいよ。そんな。どこのこと頼んだよ。もう一度聞きます。サトシ君はどこ？シオンさん、どこでその話を？質問したのは私が先ですよね。尋ねる前に答えてください。サトシ君はどこですか？それは言っておきますけど、私があなたを撃てないと思ったら大間違いです。喋らないと分かったら遠慮なく脳天打ち抜きますから、そこのところよろしく。一人でも家探しするだけですから。とりあえず分かったの意思表示として両手を上げてもらえますか？そして頭の後ろで手を組んでください。シオンさん、余計な説明はいりません。質問したこと以外は話さないように。ではサトシ君のいる場所に案内してください。あ、そうそう。警備システムは切っておいてくださいね。あるんでしょ、ここ。わかりました。この下に。サトシ君は？そうです。シオンさん、あなたに黙っていたことはどんなに詫びても足りない。それはよく分かっているつもりです。でも正直これ以上先に進むことはあなたにとってプラスになるとは思えない。だから次行ったら撃ちますよ、本当に。降ります。足元に気をつけてください。こんなフロアを作っていたなんてね。ますますうさんくさいですよね、この診療所。この中です。サトシ君、サトシ君、生きてるんだよね。サトシ君、生きてるんだよね。どうなの？答えてよ、監督。シオンさん、お願いです。撃っても構わない。一つだけ、どうしても約束してほしいことがあります。この扉は、絶対に開けないでください。決して起こそうとしてはいけません。いいですね。絶対約束してください。どうして起こしちゃいけないんですか？サトシ君は病気なんです。それも完治が現時点では望めないほどの。はあ？ここまで来てそんな戯れ言！さっさと開けないと撃つって何度も言わせるな！本当です。これだけは信じてください。あなたの気持ちはよくわかる。でもこの部屋に入って彼と会えばきっとあなたは後悔する。次は足ですか？それとも肩？腹ってのも一つの選択肢ですね。さあ、早く開けなさい！それともこの扉の前にあなたの腹に風穴を開けたいのですか？シオンさん、見るな。そんな顔で私を見るな。イライラする。さあ、さっさと開けろっていうのが聞こえないのか。撃ちたければ撃て。私にはそれだけの罪があるし、あなたにもその資格がある。だが、この扉は絶対に開けるな！これ以上の悲劇を、私は医者の誇りにかけても、守らなければいけないんだ！辛いことですが、真実だけを手短に話します。サトシ君は1年前、度重なるストレスから、脳と心に深刻なダメージを受けました。幸いなことに、命に異常はありませんが、今のサトシ君には、目に入るものの敵味方、真実と虚実の区別がつかないんです。それって、どういう？すべてのものを悪意に捉え、過度の被害妄想と恐怖に取りつかれ、それから逃れるために、目の前にいるのが誰であろうと襲いかかります。昨年、不用心なスタッフが、整形手術を必要とするほどの大怪我をしました。彼はたとえあなたであっても例外としません。私の頭を撫でてくれないの？なんで？なんで？いけません。彼のことを本当に大切に思うならどうか彼を起こさないでください。それはきっと彼が望むことでもあるんです。起こせばそのサトシ君の姿はあなたを必ず傷つけます。そしてサトシ君もその姿をあなたに見せたいとは思わないはずです。ですから分かってください。そんななんで？なんで言ってくれなかったのです。なんでサトシ君がいなくなった時にそのことを。どんなにサトシ君が変わってもおかしくなってももう話すことができなくなってもサトシ君が生きていると知っていれば安心できた。悲しくなかった。希望を信じられた。なのになんで。待たされた私や里子がどんな思いだったか、どれだけ心をぐちゃぐちゃにされたか、そして里子がどれだけ不幸を味わったか、あんたはそれを一番近くで見ていただろう。それなのに私たちをずっと騙してたのか。ならば話せばどうなっていましたか。話せばきっと会いたくなる。そして会えば触れたくなる。話をしたくなる。それは幸せじゃない。辛さを増していくだけでしかない。詭弁だ。そんなのあんたの勝手な思い込みじゃないか。否定はしません。私が彼の病気を甘く見すぎていた。すぐに治せると思っていたから病状が良くなってから打ち明けるつもりでした。同じ再会なら元気な姿で二人には会わせてあげたい。しかしサトシ君の意識は一向に戻らず結局話す機会を失ってしまった。言い訳するな。あんたは楽しんでたんだ。私たちが泣いて悲しんで苦しんでいるところを見て同情してるふりをして面白がっていたんだろう。そんなつもりはなかった。それでも今となっては自分の愚かさのために今日を招いてしまった。それを思うと死にたくなるくらい嫌になります。そうなら安心して。殺してあげますから。あんたはサトシ君の仇。そして、サトコと私の恨み！その前に、一つだけ、聞かせて、もらえますか？はい。あの機械、どういうことですか？サトシ君の体使って、何をしているんですか？病原体の治療法を見つけるため、サトシ君に取り付いたウイルスから、試薬を作り出す研究をしています。サトシ君に、あんたは！しーちゃん？一体何があったの？監督は？ケイチ！サトコは大丈夫だ。でも、監督は？明らかに銃だよ、これ。しかも、これ、シオンがサトコに渡すんだって言ってたやつだ。じゃあ、シオンもここに。考えている時間はないよ、ケイチ君。二人を探さなきゃ。ん？何してんだ、シオン！来るな！みんな、そこを動くな！みんなして、みんなで私を騙して、嘘ばかり言って、サトシ君のこと、みんなで隠してたんでしょ？はあ？何言ってるのさ、シオン。サトシが一体どうしたっていうの？とぼけるな、ミオン！一緒に探そうって、私の気持ち、分かってくれるって言ってくれて、嬉しかったのに。すごく嬉しかったのに、あれもみんな嘘だったのか！意味わかんないよ。なんでそんなこと言うのさ。私の言うこと、なんで信じてくれないのよ！え？みー、ごめんなさい。僕のせいなのです。シー、ミーは本当に知らなかったのです。ここにいる中で知っていたのは、入江と僕だけです。だから、他の人たちは関係ないのです。リカさん？リカちゃま。あんたも、この悪党とグルだったんですか？サトシ君の体をもてあそんで、人体実験をしていたこの男と！サトシって、どういうこと？あの子、ここにいるの？人体実験って、リカちゃん、何なの？意味わかんないよ。説明して。そのシオンの後ろの部屋にサトシがいるのか？そうなの？サトシ生きてたの？その部屋にいるの？生きてるなんて言えるか！こんな扱いされて新薬の試験体？誰が認めた？誰が許可した？誰がそんなこといいって言った？あんたたちはサトシ君の体を使ってよくもそんな非人道的なことを！試験体というなら僕も同じなのです。僕もサトコも試験体としてこのひなみざわ症候群の研究に協力しています。この病気の実態を解明するためには、入江たちの新薬の効能を生きた人間で確かめる必要があるのですよ。え？じゃあ、サトコも？サトコは知らないのです。もうすべて打ち明けますが、サトコは一時、ひなみざわ症候群の末期症状に陥りました。あの子の命を救うためには、このプロジェクトに参加して、新薬の実験投与を受け続けるしか方法がなかったのですよ。なぜそれを言ってくれなかったんだ？それは俺も初耳だぞ。サトコが発病したのは、とても悲しい事故がきっかけでした。できれば圭一やC、サトコのことを大切に思っている人たちには、永遠に言いたくなかったのです。3年前、あの子は新しい父親にどうしても馴染めず、毎日の生活にストレスを抱えていました。それって、まさか、3年前の綿流しの時です。聡子ちゃんのご両親は彼女を連れてドライブに行きましたが、その到着した先の崖で転落事故に遭われてしまった。警察の発表では柵が老朽化したための事故死とされましたが、私たちの調査によると誰かに突き飛ばされた説が有力です。そして現場近くの目撃情報から考えても、そこにいたのは、北条夫妻と、聡子ちゃんだけだった。嘘だ！じゃあ、聡子の両親は、あの子が殺したとでも言うんですか？言っておきますけど、あの子はそんな子じゃない！いたずら好きだけど優しくて、意志が強くて、物の分別がちゃんとつけられる子なんです！いくら憎くても、殺したいと思っても、聡子がそんなことをするわけがない！勝手なことを言って、あの子のことを悪く言ってごまかしたりするな！それをしてしまうのが、ひなみざわ症候群なのです。ひなみざわ症候群にかかった人は、周りのすべての人が自分に敵意を向けていると思い込んでしまいます。ちょっとした言動、仕草にも疑い、邪推し、不安を抱いて、自分を防衛しようと思うあまりに、攻撃的な感情になってしまうのですよ。でも、シオン、あなたの言うように、聡子は悪くありませんのです。あの子はとても優しくて、甘えん坊で、それが病気のせいで、間違った方向に行ってしまっただけ。それは僕も、この入江も分かっていることなのです。だから私は、聡子ちゃんを救いたいと思いました。そのために、投薬と検査を繰り返してみましたが、ずっとはかばかしい結果は望めなくて。それに加えて、症状の影響で、聡子ちゃんは新しい両親、哲平夫婦に対しても反抗的になってしまい、彼らの対応も相まって、症状は悪化する一方だった。そして、去年の綿流しから数日後の晩、私は、サトシ君と会ったんです。サトシ君は、もう白状しますが、おばを殺したことを私に打ち明けてくれました。それでも、警察に自首する前に、せめて、聡子ちゃんへの誕生日プレゼントを買っておきたいと言ったので、私は彼をおもちゃ屋に送迎したのです。そして、そのぬいぐるみを買い、警察署へと向かう途中でした。助手席に座っていた聡くんが、突然暴れ出したんです。そして、運転する私に向かって、物を投げたり、殴りかかったり、ついには、歯をむき出しにして噛みついてきました。私も必死に彼を取り押さえようとしましたが、やがて彼が自分の喉元をガリガリとかきむしり出したとき、ひなみざわ症候群の発病を悟りました。それで仕方なく、彼を偶然持っていた麻酔薬で眠らせて、この研究所に運んだんです。何としても救いたかった。紫苑さんや聡子ちゃん、彼のことを大切に思う人たちに悲しい思いをさせてはいけない。でも、現実は残酷でした。検査の結果、サトシ君の症状はレベル5。通常なら予後不良として、マニュアルに従い、安楽死を命ぜられる状態だったんです。私は悩んだ。このまま生きていたところで、サトシ君に人間としての幸せは訪れない。ならばいっそ。そう思う一方で、今後の医学の進歩という一縷の望みにかけたかった。そのために私は、上層部と周囲のスタッフを説得し、彼を新薬の試験体という名目で、この部屋に、そう、閉じ込めたのです。でも、皮肉ですね。彼というサンプルの存在のおかげで、遺伝子情報が、とてもよく似ていた聡子ちゃんを救い、症状を回復させる新薬を作る手立てとなったんですから。じゃあ、聡子が今、研究に協力しているというのは？研究の対象として扱っていることを否定はしません。非人道的だという批判も甘んじて受けるつもりです。でもそうでもなければ、聡子ちゃんを救い、サトシ君をかばう手立てがなかった。医療保険制度が適用されるとはとても思えない。この病気の治療には、莫大な金がかかる。だから私は、二人を被験体として、国の援助を。他に、方法が思いつかなかった。そんな私が信じるとでも？騙されない。もう、絶対騙されない。あんたはそう言って、サトシ君を手放したくないだけなんだ！自分の地位と、名誉と、欲望を満たすためにサトシ君を利用したい！それだけなんでしょ？嘘だ。みんな嘘つきだ。サトシ君は病気なんかじゃない。そんな得体の知れない病気なんか知るものか。目を覚ましたらまた笑ってくれるんだ。私の頭を優しく撫でて、むーって言って笑ってくれるんだ！やめろ、シオン！やめてください、紫苑さん。さとこ。もういいのです。ざいますわ、シオンさん。どうかもうやめてくださいまし。さとこ、気がついて、どこまで？聞かせていただきましたわ。私の3年前のあの事件のことから病気のことまで全部。リカが黙っていても気づいていましたのよ。時々夢でも見るんですもの。あの時の思い出は。さとこ！でも、皆さんがどう言ってくださろうと、どう思ってくださろうとも、私の罪は永遠に消えることはないのですわ。そのせいで、ニーニーにも迷惑をいっぱいかけて、辛い思いをさせて、私は、本当に最悪の疫病神なのでございますわ。そんなこと言うな、さとこ！俺はお前のことを、そんな風に思ったことなんか、一度だってない。お前は俺たちの最高の仲間だろうが。そうだよ。レナ、さとこちゃんのことが大好きだよ。さとこちゃんがいるから毎日がとっても楽しいんだから。さとこ、村の人間があんたに冷たくしても何もできなくて本当に悪いと思ってる。でもこれからは私たちがあんたのことを全力で守ってみせる。あんたが幸せだって本気で思えるまで精一杯力になってみせるから。さとこ、そんな悲しいことを言わないでくださいなのです。さとこが疫病神なら僕は神様なんて信じないのです。それにさとこと一緒にいる僕はとても幸せなのですよ。皆さん、私は本当にダメな人間ですわ。だけど、そんな私をこんなにも優しく、力強く励ましてくれるみんながいる。そして、みんなと同じように、監督もこんな私をいつも元気づけてくださったり、心配してくださいました。それは、あんたを、試験体として。いいのです。それでもお役に立てるのでしたら。私の幸せのために、こんなにも頑張ってくれる人がいる。だから私は、そんな皆さんのためにできることをしたいのです。そして、私のことを皆さんが信じてくださるように、私も皆さんを信じたい。ニーニーのことは確かに驚きました。でも、私に内緒にしていたのはちゃんと理由があったからだってわかる。みんなが私のことを思いやってくださっていたのだから、私もその優しさを疑ったりしない。仲間も、監督も、そしてシオンさん、私のネーネーも。さとこ。お願いです。ねえねえ。一人だと怖くて不安だから、私と一緒に信じていただけませんか？ニーニーがいつか帰ってくるってことを。あんたは、それで、いいの？それで、我慢ができるの？待っていられますわ。だって、私には、私と同じ思いで、私のことを大切に思ってくださるシオンさんが、ねえねえがいますから。ねえねえ、ありがとう。私のために。ありがとう。わかっていた。頭では、わかっていた。でも心が止まんなくて、苦しくて、情けなくて、どうしようもなくて。ええ、わかっていましたわ。だって、私のねえねえはとっても優しい人なんですから。聡子。